はい、こんにちは、レトスのおノです。7月23日の3問に入っていきます。A が建築業者 B との間で建物建築の請負契約を締結した。A の、えー、報酬支払い義務と B の建物引き渡し義務は同時履行の関係に立つ、えー、丸かツかという問題です、えー。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、えー、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で答えはどうなっているかというと、これ丸ですね。建物建築の請負契約を締結した場合、注文者 A は B に対して報酬を支払う義務を負います。一方で、請負人、建築業者ですね。建築業者 B は A に対して、まあ、注文者に対して建物を引き渡す義務を負います。これは大丈夫ですよね。A が B に建物を建ててくださいって頼んでるわけなんで、A さんは B に対して報酬お金を払う義務が出てきます一方で建築会社は仕事を任されたわけなので建物を完成させてそれを注文者に引き渡す義務を負いますよねでこの2つの義務っていうのは同時に履行しなければいけません履行するってどういうことかっていうと義務を果たすという意味ですつまり注文者 A が報酬を支払うのと同時に 請負人 B、建築業者 B が建物を引き渡すということなんですね。で、この建物を引き渡すって、まあ具体的に言うと鍵を渡すっていうことです。つまり、A さんがお金を払って、それと同時に A さんは鍵をもらうといったイメージですね。これが同時履行ってことです。同時にやってますよね。同時に義務を果たしてますよね。まあこれを同時履行って言います。で、この2つのこの関係性、これが同時履行の関係なんですよね。 だから今回の問題は正しい、丸になるということです。で、問いにですね、重要事項説明です。建物の貸借の媒介において、水道電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。この場合、媒介した宅建業者は宅建業法に違反する丸かツかという問題ですね。 え答えは丸です。宅建業法違反です。35条書面の、えー、記載事項は苦手な方が非常に多いんですね。でも理解していけば答えは導けるようになります。で、今回はそれを、えー、体験していただきたいと思います。飲料水、電気、ガスの供給並びに排水のための設備。これの整備の状況っていうのはライフラインに関する内容ですよね。これは宅地建物の売買、え交換、 あと対、貸借、すべてにおいて重要事項説明書の記載事項となっております。そして、これらの設備が整備されていない場合においては、その整備の見通し、及び整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません。この点について、ちょっと考えてみます。あなたが借りる予定の建物、これにですね、排水設備がついていなかったら、どうしますか 排水設備が付いていないってことなんで、まあ、下水道とかがないということです。そうなってくると、お手洗いとかこれ水流せないんですね。でそうすると、まあ、庭に掘って埋めると。まあ、それしかないんですよで。こうなってくると困りますよね。だから借りる前に重要事項として説明が必要だということですで。これは土地を買う場合も同じなんですね。これ知っておかないと、買った後に排水設備の工事費が後でかかってくるって言ったのでは、これ困りますよね。 だから、売買であったとしても、貸借であったとしても、すべてにおいて、これは説明しなければいけないんだということです。まあ、理由が分かれば答えって導けるんですよね。で短期講座では、こんな感じで理解をしながら学習できるので、実力が上がるんですね。なので、もし今年絶対合格したい、こうやって理解をしながら勉強したいという方は、ぜひ短期講座、ご検討いただければと思います。今月末で募集終了となりますので、その点ご注意ください。 短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、問3ですね。国土利用計画法です。え事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事がえ当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。丸か×かと。 いう問題ですねこれどういうことかというと、まあ、届け出したんですよね、とりあえず。国土利用計画法に基づいて、まあ、事後届け出をしたと。そしたら、知事がアドバイスをしてきたと。まあ、これ、助言ってアドバイスっていうイメージです。アドバイスをしてきたけれども、届け出をした人が、そのアドバイスを無視したってことなんですね。でその場合、公表される、丸るかツかという問題です。で、これはツですね。助言、アドバイスに従わなかったとしても、公表はされません。 これはね、もう覚えるしかないので、覚えてください。で、助言より、ちょっと厳しい行政指導ってあるんですね。これが勧告です。勧告。助言より、もうちょっと厳しめな、まあ、注意っていう感じですかね。それは勧告です。で、この勧告に従わなかった場合っていうのは公表される可能性ありますので、まあ、この点ね、対比して頭に入れていただければと思います。 そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。